ですね、いよいよですね、一挙の建築ですね、二次検定ですね。先生、これは最新問題の、まあ、過去10年間 の一括要約リストということで、リストと挙げてありますので、全体が一遍、10年間の過去問が一遍で全部見えちゃうね。ということで、どういうところを学習するかというのポイントだけを説明していきましょうね。そうしますとですね、問題の2番、問題の1番はいいよね、もうこれ経験記述ですから読んでやるしかありませんから、問題の2番のところはですね、まあ、4つの項目があるんですけども、今年はここ、ね、問題の2番のですね、ここの仮設構造物の設置計画、まあ、これがおそらく出題されるであろうということですね。で、この中でも特に、この27年度、これを中心にしっかり、これは特の試験ね、外部のですね、枠組み足場、それから仮設電力ね、それから入居恒大、まあ、こういったようなところを中心にやってみていただきたいということですね。まあ、内容は要するに書かなきゃいけないんで、ね、何を書くかというのはこっちに書いてあるからな。要するに外部足場なんで、ね、道路の外側に行くわけだからね。そういった時はこの、防護団だな、それから壁つなぎの適法性ね、まあ、こういったようなところをしっかりと、まあ、整理しておくというところがポイントになる。それからあと仮設電力、仮設電力だからどっちみち抜けなきゃいけない。その時には何かというと、まあ、引き込みが容易な、まあ、位置であるとか、ね、それから場所替えをしなくていい、ね、盛り替えしなくていい、まあ、そういうこと、それから、あるいは配線が危険なので、まあ、仮囲いに沿って、まあ、配線する、まあ、そういう要点を2つをちゃんと整理しよう、ね、これは入居恒大の方は、まあ、どこを設置するかというと2、3階ごとに、まあ、1段、それから工程に合わせてこれ転用するとね、これ転用で転用仮設であるとね、まあ、こういうようなところを挙げておくと言えた。あとは試験出るこれ全部勉強で一番いいんですけど、まあ、最低限度これだけやっていてくださいよと、まあ、こういうことでね、ということでいきましょう。要点だけですよ、ね、じゃあ今度は句体はですね、これはこれ出題抜け4問型だから、4問で出題されて、それを記述していかなきゃ、記述式です、こっちはね。だから4問を記述していかなきゃいけない。でこれどういうところがポイントかというと、この杭、ね、杭のところではですね、これ、ね、27年のここのアースドリルね、これをどうやってやるか、二次スライム処理はエアフィルトポンプね、だから高壁安定の範囲内で低粘土の安定液を使うと、まあ、こういったようなところのポイントとして、整理しておくということですね。それから今年は鉄筋工事ね、ここ、ここのところは見て分かるでしょ、ほら。鉄筋の組み立てね、これバーサポートとさスペーサー、鉄筋の組み立て大体こうなる。そしたら、まあ、順番から来ればさ、これ出てんだが次は、これやっとかなくちゃいけないって、まあ、大体わかるんだよな、鉄筋だと、まあ、こういう、まあ、順番になってる。で型枠の方はですね、これは20型枠は20ぐらいパイプサポートの施工とね、まあ、こういうことです。それから次行きましょうそれからコンクリートをですね、コンクリート工事ね、これは、見てはこれもあれでしょ、ほら大体こう同じような内容みたいな、今年はだからコールドジョイントは来るだろうとね、という予測でこれやっとかなくちゃいけないね。内容は分かりません。コールドジョイントを防止するためには内方の時間間隔は25度以上で120分以内とね、それから当時コンクリートを仮想でね、挿入して一体化する、ね、大体10センチぐらいこう余計挿入して上下一体化させてコールドジョイントを防止する、まあ、そういう要点が、まあ、書ければ2つ項目を書くからね、書かなきゃいけないよということです。それから鉄骨工事ですね。鉄骨工事の場合はですね、これは仮ボルト、ね、25年の仮ボルト、まあ、これ順番見て分かりますね。大体この辺が出てきそうだということは大体来ますよね。これ大体縦入れが終わってるしロックウェイのこの耐火皮膚も書いてあるんですが、スタッドも出てきてるし、実は次はもうこれですね、大体これが出てきそう、まあ、こういうところを中心に最低これやっておくなくちゃいけない、最低のところを説明してるね、これだけやっておいてほしいということね、それから過去10年間出たもの全部書いてあるわけだからな。それから今度仕上げのところに行きます。仕上げではですね、これこうね、防水は、ね、これシーリング、今年はこれやっておくなくちゃいけないね、特にこのシーリングのバックアップ材のね、バックアップ材って要するにシーリングを詰めるときの深さを調節するんだけども、このね、深さを、目地の深さを調節するためにバックアップ材というのを入れるんだな、ということでこれの関係をしっかりと、これ間違いの訂正だ、8問問題で軸の間違いを訂正するんだよね。だからこれ目地の深さ
から飯の幅なのか深さなのかっていうのが試験で出てくるので、バックアップ材の意味をしっかり理解しておくというところだな。それからタイル。タイルのところはですね、これは25年、ここね、改良圧着バリウム。これはね、ちょっとここ2平米なんで、これが出てくると予想されるんですけども、これ合わせてね、密着バリウムやっておいてもらいたいんだね。これちょっとこうね、密着が過去出てないんですよ。ね、密着バリウムをちょっと合わせて学習しておいていただければ、あれ過去に出てないので、ひょっとしたら来る可能性もあるということですね。それから屋根のところですね、屋根越え。これはこれ、ね、ここはちょっと予測つかないので、2つ勉強してもらいたいですね。ここタイトフレームの問題と、それとあとはあの長尺のですね、金属板向きの場合のこのね、切れ目を入れて折り曲げるところですね、これは切れ目を入れずに、入れてくださいよということで、この2つをしっかり少し整理しておいていただきたいということですね。それから、今度はですね、金属工事。金属工事はここ、ね、27年。このここはあの軽量鉄骨の天井。ね、それからあの周辺部の吊りボルトの端からいくらかということで、これはだから150以内のところで取り付ける。まあ、その後残りは間隔を90、90でいくからね。だから150にしましょう。それから左官のところ。ね、左官のところでは、これは左官はですね、25年。これね。あ、ちょっと待って、吹き付けか、これね。25年はね、ちょっと待って、盛んでしょ。25年、あ、ここだね、25年、ここだね、ここ。で、これはあのセルフレベリング、ね、流し込み。これは通風を避けて、ここのところは多分重要だ。だから水、風通しちゃいけないんだな。あの、ひび割れが起きるから。だから、ここのところをポイントとして、これを整理しておく。ね、だから縦具。縦具のところではですね、これも、25年ね、ガラスのはめ込み、このエッジクリアランスと面クリアランスと2つあるんですよ。多分これのエッジのところ、これが重要ですよ。こういうところ、エッジクリアランスを整理しておく。それから塗装のところはですね、塗装は29年ね、これはあの非水分分散のね、形の塗料ということで、水を使わない、これ有機溶剤だな、これ使ってやってる。で、これはあのワニスね、だからエマルジョンじゃなくてワニスになるんで、を用いてます。まあ、そういうところを整理しよう。これね、それからあの内装のところではですね、これカーペット29年ね、ここのカーペットはこれね、カーペットの場合はですね、あのどっち側にそのこの粘着剥離型のですね、あの接着剤の貼り方、床へ貼るのかカーペットの裏へ貼るのかっていうことですね。これはだからあの床の下地の方に全面的にこうヒールアップする時のね、貼り付けもされた、その違いですね。カーペットの裏に貼るのか床に貼るのかということで接着させる違い、これパネルの方に貼り付けますよ、下地に貼り付けますよと、まあ、そういうところですね。それからこの外装のところではですね、23、これですね、ひび割れの回収ということで、あの挙動ね、こう伸縮して挙動するときは伸縮できるように低粘土ね、で普通硬い粘土、高粘土、あの高性能粘土、硬いやつであるときは、まあ、ひび割れのないところだ、ね、これひび割れ、挙動のあるひび割れは柔らかいものに入れておかないと伸縮できないでしょ、まあ、そういうところで、そういう言葉は俺の言葉だな、挙動のあるかないかによってどういうものがいるか、まあ、このあたりを一つ今年は中心にして、最低これはやっておかなくちゃいけないということになります。それから続いてですね、ネットワークの工程計算ね、5番、工程計算。で、工程計算はですね、これ見ていただけば分かるけど、去年は、これほら、ね、仕上げ工事についての内容でしょ。で、元年度はほら、積み出し、柱、背筋、片枠、これは躯体だよ。な。で、ここ見たら、これはタイルカーペット、ソフト、幅木とか、これは内装だよ。ね。仕上げの方だよな。で、こっち側見ると、積み出し、柱、背筋型。まあ、こういうふうに1年おきにですね、まあ、仕上げと躯体を平等にこう来てるので、特別なことがない限り、これは今年はですね、
これが出るんじゃない？この形が。ね。この形で。ということで、作業名はどれですかと聞いてくるわけだ。その時だから、工事の概要というのが書いてあるので、その概要をよく読んでいくと、必ずこの、ある程度分かってくるわけだな。ということで、今年は具体関係のものが出るぞということ、いうことと、あとこのタイムスケールをしっかり書ければね、なんとかなるんだよ、これ。なんとかなる、タイムスケールを書ければ。この試験はタイムスケールの試験だな。これしっかり書く、これ説明してあるから、必ず読んで、これ解けるようにしよう。そしたら通るから、ここはね、どうも合否の鍵を握ってるということですね。ということで、そこをしっかりやりましょう。それからですね、今度は6番ね、放棄。ね、で放棄はですね、ここのところは、まあ、ずっともう10年間全部出てるからね、まあ、どういう問題が出るかというと、これ、30条の建設工事の契約を締結する経費の内訳書を明らかにしなきゃいけませんよということだな。それともう一つですね、25年度。ね、これ下請け人の方が出てくるんだよ。だから下請け代金はですね、特定注文者にしたって下請け契約で引き渡しが申し出て50日以内に下請け代金を支払う、まあ、こういうところをね、整理しておくということがポイントですね。それから続いて今度はですね、建築基準法ですね。で建築基準法では、まあ、順番からいければ仮囲いとそれから建て方かな、28年これね、今年はこの辺をしっかりと整理しておくとね、仮囲いを作るときは抜けた方9メートル木造で 1.8 メートル以上の仮囲いを設けなきゃいけませんよとかね、それから建て方、ね、建築の建て方については仮筋解を設けて倒壊を防止すると、まあ、こういうような用語を8問型ですからね、こういう数値をしっかりと覚えておかなきゃいけないということですね、まあ、そういうふうなところを整理しておくというのが、これが建築関係。それから次はですね、労働安全衛生法関係ね。労働安全衛生法関係ではですね、これは30条、ね、30条、ね、特定、元方事業者の処置ということで、こういう協議組織ね、要するに元請けと下請けが両方が集まってやるの協議組織ですね。要するに、こう下請けは関係請け人です。関係請け人と特定元方事業者は一緒の場所によって協議組織を作りますよ。まあ、こういうことな、この辺の関係を整理しておくと。言葉をちゃんと整理しておく。関係請け人ね。まあ、それから協議組織。まあ、これ多分これは出てくるでしょう。協議組織をやるとね。元請けと下請けの両方で協議組織をやると。でももう一つはね、60条の、ね、60条のこれ、ね、安全衛生教育、ね、作業の方法を決定、それから労働者の配置、労働災害を防止するための事故について安全衛生教育を行わなきゃいけませんよと、ね、まあ、安全衛生教育のことについての文言が出てくる。だから60条と30条はしっかり読んでおこうということですね。労働基準、テキストにちゃんと書いてありますので、ここは最後まで文章を、法律の文章を読んでくださいよ。まあ、そういうようなところがポイントとなってくると、いうことですね。以上でですね、まあ、要点ですね、今まで10年間出てきてどこを核として勉強するのかということを説明いたしました。じゃあこれでですね、一括要約リストの説明を終わることにいたしましょう。